キャリア段位とは、日本の職業能力認定制度の一つ。職務を遂行する上で必要な能力について、習熟度に応じて、段位を認定する仕組みを言う。主に、英国で1986年に創設された、職業能力を評価する全国職業資格制度、等の先行事例や、 厚生労働省の職業能力評価基準をはじめと、する既存制度との整理の観点から検討が進められた。キャリアダミ制度は2010年、政府の新成長戦略の一つ、雇用戦略として打ち出された。主に国内の就業率80%を目指すべく、フリーターをピーク時の4割減124万人に減少させるとともに、 転職希望者の転職活動及び長期失業者への就労支援強化につなげることを目的として、介護、環境など、新成長分野の職業分野にジョブカード制度、登記損のツールを活用したキャリア単位を創設する構想が打ち出された。このキャリア単位制度は、政府から選ばれた認定団体が人材の能力を、初歩から業界トップ水準までの7段階で評価し、 公的な認定を付与することで転職しやすい環境を作ることが目的とされた。当該構想としては、当初、第一次計画として2010年度から2011年度に3から4分野にて導入し、特に、介護、ライフケア、環境、エネルギー、食、観光を足がかりに、制度発足後5年で他の成長分野に拡大することが予定され、 2011年秋から2012年にかけての制度開始を予定し11年は5000万円、12年は6億円弱、6億4000万円相当が予算計上されていたが、2012年6月11日に行われた内閣府での事業仕分けにおいて費用かかる割に効果が見えにくいと判定者4人が廃止、2人が大幅見直しを求め、事業の取りまとめ役だった。 当時の内閣府副大臣、石田克之が抜本的に再検討すると回答したことで、事業構想は一時、振り出しに戻った。ただし、構想が完全に頓挫したわけではなく、2013年1月、介護分野で、キャリア団位制度が正式に発足した。今後、キャリア団位制度は、カーボンマネージャーや、職の6次産業化プロデューサーなど、 成長産業を中心に導入されていくことが決まっている。キャリア単位を導入する分野としては、当面、介護、プロフェッショナル、カーボンマネージャー、職の6次産業化プロデューサーの3分野とされ、それぞれ以下のような共通の単位水準を設けると、ともに分野に応じた所定の教育及び演習等を通じて、単位認定を受ける仕組みが整備された。ありがとうございます。